はい、今日は京都市内で茶道教室なんかをやっている、まあ、通称ひよさんが来て、私の茶畑に来てくれて、裾狩りしたり、刈りならししたり、なんか変なお茶作ったりした、そんな動画です。どうぞ。これとか残るんですよ。私は軽く裾狩りを、これはね、なんか裾を刈るんですよ。この辺をちょっと向こうやってから後でやってみてください。またちょっと行ってきます。はい、ひよさんの初めての裾狩り。こう行ってこう帰ってくるみたいな。かしこまりました。絶対無理やねんけど。ちょっと待って。
辛い、マジで辛い。ワンちゃんにしていきますか。いきましょう。こいつをなんか、まあ、上の方かな、なんか適当にこうピキッと畳んでるのは何ですか。ああ、まあどっちでも取ってもいいしあってもいいって感じですね。今の時期のは硬いんで、ちょっとそう、イールとかじゃなく、新芽じゃないんで、ムスムスとかはあんまり。もうちぎり方が、もうちぎり方変わってきてる。ずずずずずずず。香りがね、しますね。めっちゃいい香りする。いいね、いいじゃん。いい香りする。さあ、これにお茶の枝とかに使えたらね。確かに、これ使えそうだよ。これ使えそう。全然お茶の葉っぱで使うのかな。そうなんやろ。これ使えますね。おしゃれですね。おしゃれ。この芽吹いてる感じ。そうそう、芽吹いてる感じ。よくないですかね。すごい。いいじゃん。何度がいいとかありますか。適当。でも結構巻きでいる人とかもいるから。巻き。結構香りするみたいです。握り締めてるけど。もうと多分水分が。お母さんももめっちゃもう雑。こうやってももやとか言って。めっちゃももや。ほんまやすいちゃんとやるんですけど、もう硬いから、ね。手もみ。なんかあのカラッカラなってる。なんかね、カラカラをね、なんかギュッギュやってるとね、あ、なんか湿ってきた。そう、湿ってくるんですよ。お前なんかギュッギュしてる。なぜか中の水分が出てくるんですよね。こうやって作ってるんですか。ちゃんとそんな沸かしながら揉むみたいな。まあ今これかなりチャラいですけど。チャラい。チャラいチャラいですけど。これで作ってたらよ。これ表示もやばいっす、ね、ちょっとお茶飲むの考えますね。めっちゃやばい。そうなんですか。皆さん絶対知らない人からしたら。あ、でも美味しい。なんか美味しい。いけます。とりあえず食べてみるみたいなありましたね。なかった。ないとりあえず食べてとりあえず食べてみるみたいな。どんぐりとかやばみたいな。どんぐり？そこは虫とかいそう。怖い怖い。今どんぐりと落ちてんのか、日本に。落ちてるか。まあ落ちてはですけど、あんまだいぶ減ってますよね。ね、絶対そうだと思う。なんかもっとどんぐりコロコロしてたもん。こんな感じで煮出してまーす。お茶の木の葉っぱでーす。ちょっとおしゃれになった。お茶花に良さそうじゃないですか、これ。いい感じ。
みたいな味がする。コーン茶みたいな味がする。コーン茶みたいな味がする。ほうじ茶やね。ほうじ茶の。出てない。でも春場ってこんな感じですね。色とか黄色いタイプ。色黄色いなと思って。すごい素敵ですね。ゆみちゃん。はい、という感じでひよさんの何やろ茶畑体験的なのでした。終わり。